どうも、プロファイラー親方です。コンガが、人やコンガでやんす。さて今回は第2回テニム法なテニス論文大討論会ということで、先日投稿した動画で解説したテニム法の極みを、見事に突破した優秀な中学テニス選手たちと、理論上突破できる可能性を秘めた中学テニス選手たちについて、プロファイリングに基づく分析でそれぞれの詳細を解き明かしていくぞ。なるほど、今度はテニム法攻略会ですな。てなわけで討論文の本題に入る前にまずは、テニム法の効果を軽くおさらいしていくぞ。前回のラブライブ、ですな。テニム法の効果。てなわけでテニム法の効果をバチコリ簡潔に解説していくのだが。ウェケリメして。まあ要するにめっちゃ光ってパワーアップして、その光で相手をビビらせ弱体化させるって感じだ。さすがにあっさりとしすぎた解説ですな。何か事例などがあればわかりやすいですが。実際にパワーアップした事例といえばやはり、全国大会決勝での夜間の戦闘力だろうかな。サーブやショットの攻撃力が桁違いに強化され、ビデオ班が出動せざるを得ない事態になっていたぞ。打球が速すぎて肉眼では追えないレベルでしたな。そして弱体化させられた事例といえばやはり、同戦闘でトラウマを植え付けられた雪村くんだろうな。雪村くんは夜間基地のテニム法によって植え付けられたテニストラウマを、ゼロ感のテニスで国光氏のテニム法を破ることによって根本から解消しておりましたが、トラウマを克服した翌日に別のテニム法と戦った際にも、国光氏戦の時と同じくゼロ感のテニスで光のオーラを無効化しておりましたが故に、すべてのテニム法にはデバフ効果が備わっていると証明できますからな。以上のテニス事例から逆算するに、テニム法の極みを打破するためには、オーラによるデバフを克服しつつ、バフを受けた相手の戦闘力を上回るか、とにかく戦闘力をパワーアップさせ、デバフ込みで相手の戦闘力を上回るか、このどちらかが必要不可欠、ということになるじゃねえの。要するに戦闘力上げればどうにかできるってことですわ。テニム法を突破できた戦士。てなわけでここからは実際にテニム法を突破できた中学戦士と、その突破方法について分析を行い、そこから弾き出されたデータをもとに、この先テニム法を突破できそうな中学戦士たちをピックアップしていくぞ。素でオーラに抗った戦士たちの登場ですな。まず一人目の突破者は雪村誠一くん。自らの五感を放棄するゼロ感のテニスで感覚を極限まで研ぎ澄ますことにより、テニム法の極みを強化してデバフのオーラを完全に無効化。そして同時に発動したミラージュミラーにより、戦闘力がテニム法と同格にまで上昇したため、国光氏のテニム法とも互角以上に戦えたと思われるぞ。五感を放棄してラケット持ち替えてるだけでテニム法を突破したということですな。二人目の突破者は桐原赤也くん。呼吸を忘れるほどに己のテニスにのみ集中する集中バーストを発動することで、10秒間だけテニム法と打ち合えていたぞ。とはいえ守備に特化させたテニム法は打ち破ることはできませんでしたけどな。しかしながら集中バーストの上位形態である青い瞳モードでは、集中バーストをほぼ永久的に持続させつつも、テニム法以上のスピードで攻撃していたのでな。もはやテニム法は突破済み、と見ても問題ないじゃねえのよ。まあ攻撃スピードだけなら間違いなくテニム法のそれを超えていますからな。3人目の突破者は藤修介くん。光風で時間を停止させテニム法を圧倒していたぞ。時止めのゴリ押し殺法ですかな。しかしながらデバフのオーラに対しては、一体どのようにして対抗したのでしょうかな。光風は相手や打球の情報を脳で処理する過程を全て省き視覚からダイレクトで動く状態なので、テニム法のオーラを浴びても特に効果がない説が濃厚だろうな。なるほど、脳内信号伝達経路レベルでオーラを遮断しているってことですな。もしくは光風発動時のデバフ込みの戦闘力が、テニム法の極みのそれをはるかに超えているんだろうよ。弱体化のオーラを受けたとしてもなお、光風の方が強いというわけですな。4人目の突破者は白石蔵之介くん。己の戦闘力を一箇所に集中させるスターバイブルを速度に極振りしてテニム法のスピードに対抗し、攻撃の瞬間にテクニックに極振りし、金ちゃんの弱点を攻め圧倒していたぞ。なるほど、スピードと弱点特攻力で無理やり突破した感じでしょうかな。まあこの作戦は弱点をよく知る金ちゃん以外のテニム法には対応できない可能性もあるのだがな。ちなみにデバフのオーラにはどうやって対抗したのだと思われますかな？単純に考えればスターバイブル精神極振りでなんとか耐えしのいだ説が濃厚なのだが、相手がほぼ弟な金ちゃんなのでそもそもビビらなかった説もあるし、速度と弱点特攻によって強化された戦闘力がデバフ込みでテニム法を超えていた説もあるぞ。なるほど、藤くんの時と似たようなパターンですな。5人目の突破者は後部敬吾様。不可能を楽しむ精神力の強さでデバフのオーラを克服してみせたぞ。精神力のゴリ押し殺法ですな。また入江先輩の人工テニム法には勝ちきれなかったが負けもしなかったので、
戦闘中に進化が加速し続ける跡部様の戦闘力が人工天衣の戦闘力に追いついていた説が濃厚だ。跡部様の戦闘力は長期戦になるほど加速しながら進化し続けますからな。6人目の突破者は柳蓮司君。真正面の打球ならバスでもなんとか返せる感じだったぞ。正面限定といえど素ならなんとか返せるって、一体どんなロジックで攻略したんでしょうかな？わからん。ええ、まあデータでカバーしている説もあるが、おそらく普通に強いから対抗できたんだろうな。なんでこの人最初代表にいなかったんだ？完全な人選ミスですな。7人目の突破者は瀬田くん。絶体絶命に追い詰められるほどに強くなる、主人公補正こと絶体絶命忖度によって。超高校クラスの戦闘力を発揮させて覚醒した、オリンポスイーリスポースで圧倒していたぞ。なるほど、オリンポスイーリスポースは戦闘の全てを支配する能力であるがゆえ、光のオーラで弱体化させられたとしても大した影響はないということでしょうかな？その辺の詳細は不明だがオリンポスなのでとりあえず OK 牧場ってことだろうよ。ちなみに種ヶ島先輩やボルクプロは天衣無法を浴びても平気そうでしたが、なぜ超高校レベルの戦士にはすで効かなかったんでしょうかな？純粋に強いからだろうな。たとえオーラでデバフを受けたところで戦闘力の差は埋まらないってことだろう。なるほど、元の戦闘力が違いすぎたパターンですわ。あと QP さんは天衣無法に萎縮するどころか逆に吸収していたぞ。吸い取るパターンもあるんですな。突破できそうな中学戦士。さてここからはこれまでの分析に基づくテニスプロファイリングにより弾き出された天衣無法を突破できそうな中学戦士たちをその突破方法とともにピックアップしていくぞ。はてさて、突破の可能性を秘めているのは一体どこの副部将やテニスヤンキーなのか。一人目の突破候補戦士は真田源一郎くん。再起間髪の極みや誤射の術を無効化した影もしくは影の進化系でデバフを無効化し、雷もしくは雷の進化系による高速移動で天衣無法なスピードに真っ向から対抗し、黒竜三重の斬で戦闘力の差に関係なくダメージを与えることができるならば、たとえ天衣無法の極みが相手でも互角以上に戦えるだろうと思われるぞ。相手の様子や動きを見てから後出しで3度曲げる三重の斬は、さすがの天衣無法といえど、簡単には止められませんからな。二人目の突破候補戦士は阿久津仁君。世界大会で彼が到達した超高校級の必殺技無持つ式は、己の心の弱さに一切の影響を受けないゆえに、デバフのオーラはまず効かないだろうし、現役プロにダメージを与えた10種同時攻撃時の戦闘力も、中学レベルの天衣無法ではまず抑えられないと思われるぞ。手加減なしのアマデウスプロでも1ゲーム奪われるレベルですからな。攻撃時の戦闘力はすでに超高校クラスであるがゆえに、中学戦士の天衣無法では止まらないでしょうな。3人目の突破候補戦士は押した龍志くん。精神干渉系を一切無効化する心と出しならば、デバフを無効化できる可能性はかなり高いぞ。確かに弱体化のオーラ自体は無効化できるかもしれませんが、バフを受けた天衣無法な戦士の戦闘力と戦えるかと言われれば微妙なラインですな。もし押したりくんが藤くん並みのバフ技を持っていれば、天衣無法を突破できる可能性もあっただろうな。非常に惜しいラインと言えますぞ。4人目の突破候補戦士は室町東司くん。自慢のグラサンで弱体化のオーラを遮断することができるかもしれないぞ。ただし遮断できたところでどうしようもないのも事実ですな。5人目の突破候補戦士は仁王正春くん。もちろんイリュージョン解禁前提ですぞ。イリュージョンを使えばほぼ誰にでも変身できるので理論上は突破できるが、変身先の戦闘力は仁王くん基準になってしまうし、天衣無法を突破した大技たちを再現できるのか？と言われれば若干微妙なラインなのも現実だ。光風や集中バーストにゼロ感のテニスはさすがに再現できなさそうですからな。まあそもそも雪村くんの戦闘力は再現できないし、作中であれだけ暴れても天衣無法だけはわざと避けていた感じがするのもやや不安点。言われてみればそうかもですな。ただまあオリンポスイーリスポースを扱えるので瀬田くんと同じパターンでいけるだろうよ。ゼウス様に変身すれば大体解決しますからな。ただし瀬田くんが放つオリンポスイーリスポースは超高校クラスに覚醒した状態での輝きなので、中学レベルまで弱体化してしまう仁王くんのオリンポスでは厳しいラインかもしれないがな。相手が中学戦士ならば大丈夫ですぞ。6人目の突破候補戦士は海道カオルくん。全国大会決勝で見せたデビル顔青い瞳まで研磨し続ければ、赤谷くんと同じ方法で突破できるだろう。ついに海道くんが救われるんですな。ただし青い瞳の進化前である集中バースト状態に到達するためには、悪魔の他に天使も宿す必要があるし、そもそも集中バーストには赤谷くん並みの先天的な集中力が必要不可欠であるがゆえ、ぶっちゃけ蜘蛛の糸よりも細い可能性だぞ。それなら蛇方面に進化した方が早そうですな。もはやオロチマルになるしかありませんぞカオル殿。7人目の突破候補戦士は赤沢部長。
起動効果で乱れた精神を何度もリセットする、大声無限リセットでデバフをリセットし続け、プレダムで相手のバフを何度でも剥がし尽くし、全国区の戦闘力でとどめを刺す感じでいけるだろう。要するに叫びながらプレイし続け、赤座はマジックで削る感じですな。8人目の突破候補戦士は立花吉平くん。ぶっちゃけ猛獣のオーラなら、野生のパワーでどうにかできそうだぞ。テニプリの根本は男塾であるがゆえに、野生のエネルギーこそ最強ですからな。そもそも猛獣のオーラは未だ正体不明なので、今からでも後付けでどうにでもできるからな。人気と出番さえあれば天陰法使いとも互角に戦えていた可能性が高いと思われるぞ。ならば神尾くんと石田哲くんもいずれは天陰法の壊し屋になれそうですな。9人目の突破候補戦士はロミオ・フェルナンデス様。ロミフェル様は絶対絶命忖度で脳内ホルモンを充填させることにより、基礎戦闘力を高めることが可能な戦士であり、その基礎戦闘力は通常の充填モードですら、ビスマルク兄貴と打ち合えるレベルまで上昇。ビスマルク兄貴側に多少の手心があったとはいえ、プロ内定者と対マンで戦えるのならば相当ですぞ。そして脳内ホルモンの充填率が限界を超えた 120% まで上昇すると、インフィニートエボルシオンで超高校戦士を超えたスーパーアトベ様2様と同じ戦闘力を持つスーパーロミフェル様2様に到達できる。要するに超高校戦士を遥かに超えた超高校戦士2になれるということなので、たとえデバフを受けたとしても純粋な戦闘力で天陰法を容易に超えることが可能だろうよ。120% のロミフェル様はおそらくジーニアス10の上位クラスと同等の戦闘力であるがゆえに、中学戦士レベルではたとえ天陰法でも、全く勝負にならないと考えられますからな。9.E.キテ君がグラサン装備すればいけそう、そう思っていた時期もありました、でした。射光しながら宿地砲と大ハブを連打すればワンチャンありそうかも、でした。てなわけで最後までご視聴、ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価を押していただけると幸いです。あとよければ Twitter、インスタ、Twitch もチェックしていただければと思います。動画のリクエストは Twitter の DM でのみ受付中です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。